ホーム、湘南町屋駅は、神奈川県鎌倉市場町屋にある、湘南モノレール江ノ島線の駅である。駅番号は、SMR3。副賞、三菱電機前。駅資金にある三菱電機鎌倉製作所並びに、その関連企業の従業員、来客者等が早朝から深夜まで1日を通じて、多数利用しており、湘南モノレールの中では、 大船駅に次いで利用者数が多い。短式ホーム一面一線を有する高架駅。一つのホームに両方向の列車が発着するため、電車接近表示と接近放送がある。高架上のホームと地平の駅舎を階段及びエレベーターが結んでいる。従来は乗車券を乗務員が回収するか、駅備え付けの切符入れに投入していたが、近年の工事で自動改札機と、 自動生産機が設置された。その他、駅舎には、自動券売機、駅係員連絡用インターホン、自動販売機が設置され、トイレもある。無人駅。なお、平日朝ラッシュ時には混雑対応のための押し屋、及び集殺業務員が配置されている。各年度の1日平均乗車人員は、下表の通り。駅は小高い丘の中原に位置し、 丘のふもとは三菱電機及びその関連会社、協力会社などの工場が建つ鎌倉市内最大の工業地帯である。また丘の山頂方面は野村不動産の開発した住宅街となっている。天候条件が良い日には富士山や金時山も眺めることができる。駅近くの小山は富士塚で付近の富士塚という地名の由来となっている。 駅の下を通る指導を船西鎌倉線上に設置されている町屋入り口が最寄りバス停、京浜急行バスが経由する。ありがとうございます。